ジュゼッペ・ジビリスコはイタリアの陸上競技選手。2004年アテネオリンピックの銅メダリストであるシチリア島シラクサ出身。ジビリスコは棒高飛びの選手としてジュニアの時代から活躍。初めての国際大会は1998年の世界ジュニア陸上でこの時は5メートル20で3位という成績を残している。2年後にはシドニーオリンピックに出場。 決勝進出を果たしたものの10位に終わる。また、2002年のヨーロッパ選手権でも10位に終わっている。ジビリスコは2003年に大きく飛躍した。前年までのベストは5メートル70であったが、8月にパリで行われた世界選手権では5メートル90の自己ベスト、イタリア記録を飛び、南アフリカ共和国のオッケルトブリッツラを抑え、金メダルを獲得した。 さらに翌年の2004年のアテネオリンピックでは5メートル85でアメリカのティモシー・マック、トビー・スティーブンソンに次いで銅メダルを獲得。この種目でイタリア人として初めてオリンピックのメダリストとなった。ジビリスコは2007年に薬物違反があったとしてイタリア陸連から2年間の出場停止処分を受ける。ジビリスコは処分撤回を求めて スポーツ仲裁裁判所に提訴。2008年5月にジビリスコの訴えが受け入れられ、北京オリンピックへの出場が叶った。北京オリンピックでは決勝進出を果たしたものの、決勝では最初の高さ5メートル45を超えることができず、記録なしに終わった。ありがとうございます。